シュテファン・ブリアン・シュテファン・ブリアン・フォン・ライエツ伯爵は、ハンガリー及び、オーストリアの貴族、外交官、政治家。ハンガリー名は、ブリアン・イ・シュトバーン。第一次世界大戦中、二次にわたり二重帝国の共通外相を務めた。1851年、当時二重帝国のハンガリー王国の支配下にあった、シュタンプフェンで、ハンガリー系貴族の子として生まれる。 二重帝国の外務省に入省し、アレクサンドリア・ブカレストベオグラード・ソフィアなどで勤務する。1882年から1886年に、モスクは1887年から1895年に、ソフィアのそれぞれ総領事に在任した。1896年から1897年、シュトットガルト1897年から1903年、 アテネ駐在の大使となり、バルカン外交のエキスパートとの評価を得た。その間、1891年にフェイエール・バーリ、ゲーザ将軍の娘と結婚し、1900年に男爵位を与えられた。1903年7月、ブリアンは皇帝フランツ・ヨーゼフ一世から、休止したベンヤミン・カーライの後任の二重、帝国共通増賞に任命された。この官職は、 1897年以降二重帝国が行政権を獲得したボスニア・ヘルツェゴビナ領州の行政も干渉しており、ブリアンは領州で政党の結成や新聞発行の自由を認めるなどリベラルな統治政策を行った。1913年6月にはハンガリー王国外省に就任し、1915年1月までその任にあった。 第一次世界大戦中の1915年1月13日、ブリアンはティサイ・シュトバーンハンガリー首相の圧力で解任されたレオポルト・ベルヒトルとの公認の共通外相に就任した。彼はユリウス・アンドラー氏以来のハンガリー系の共通外相であり、その就任もハンガリー政治に圧倒的な影響力を持つティサの圧力によるものとされ、1916年12月22日の 辞任まで勤めた。彼は共通外相辞任と共に再び共通増省に任命され、公認のオトカルフォン・チェルニンが共通外相を辞任すると、1918年4月16日以降、共通外相を兼任、同年10月24日まで廃色濃くなった二重帝国の外交を指導した。大戦敗北による二重帝国解体後の1922年10月、 ウィーンで死去した。共通外相と異なり、ブダペストのハンガリー王国政府とウィーンの帝国政府との連絡を管轄する職である。ありがとうございます。